乾杯から始めない？乾杯。乾杯。いやー、せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、というわけで、今回は、はい、酔っ払った勢いで、はい、リップスティックチャレンジやってみたー。大丈夫かな、恥ずかしいんだけど酔っ払った勢いで買ってきたんですよ、リップスティックを。ね、リップスティック、リップ、リップを買ってきて、うん、見てくれてる方とかにね、うん、やってみてほしいみたいな、あー、リクエストがね、そう、あったので、今回はちょっとシラフじゃちょっと恥ずかしいので、確かに、うん、飲んだのちょこっと、なんか何杯、6杯ぐらい飲んだちょこっとじゃないけどちょこっとじゃないけど勢いでやっていこうと思いま す。え、ルールは俺何を買ってきてくれたか知らないんだよね。そう、しょうちゃんが買ってきてくれたか、僕が集めてきたので、うん、まあとりあえず、うん、どうしたらいいかな。だからしょうちゃんがまず自分の唇にそのリップを塗って、はい、あれだよね、うん、俺が途中して、うん、俺が当てられるかってことだよね、その、うん、そのリップの味なのか匂いなのか。はいはいはい、オッケー、じゃあ、うん、じゃあやりましょう。じゃあまず、え、俺はどうしたらいい、目隠ししてた、目隠ししてるのか、うん、じゃあ俺が目隠ししてる間にこれって紹介して、うん、翔ちゃんがよいしょ、え、俺まさかの翔ちゃんが俺の目を終了。まず一つ目はこちらです。見たことあるかな、多分見たことあると思う。なんだろう、こちらをやってみたいと思います。あー、ニヤがちょこっとあるね。味もするの、見てね、うん、どことなく、どことなく、あー、難しいだろうなこれ。そうなんだ。はい、じゃあとりあえず、え、手取ってください。はい、ということで今塗ってる、塗ったので、うん、じゃあこれに、はい、いくよ。うん、味はしない。あ、でも嗅いだことがある匂い、甘い。じゃあちょっとこれだけじゃ難しいので、うん、この5種類の中でどれっていうやつにしようか。あ、なるほどね。うん、なんだろう、なんだろう鼻息が、見せようか。うん、今回用意したのがこの5種類なんです。こちらまずニベアの、うん、これが蜂蜜の香り、あ、うん、のやつ。あ、それも蜂で、めっちゃ次が、ミルキーの、そんなのあるんだ、そうやつ、うん、そして次がピノ、すごいよね、かわいい、これと、うん、こちら、これはチェリーです。で、これがまたニベアでアップルの味、うん、このどれかだと思います。なるほどね、オッケー、どれかな、チョコレートっぽい感じの匂いもするから、うん、ピノ、ピノ、うん、ピノね、ピノだと思う俺。正解は、正解はじゃん本当に、うん、本当に、なんかでもミルキーかなとも思ったんだよねミルキーの味でした。ミルキーか、そう、
じゃあ次は僕が目隠しするので、ああ逆にね、うん、お願いします。そうなんだ、意外と簡単かもしれない。あ、すごい、絶対これ分かりそうな気がする。はい、いいよ、はい、外してください。見てない、大丈夫です。見てないよ、うん、飲むんかい飲むんかい。はいはいはい、わかる？え、わかんない、もう一回つけて。え、本当に？いい？はい、いやー、はい、オッケー。はい、あー、わかんないけど、ちょっと直感でいくよ。うん、うん、どういくよ。なんかね、2種類で迷ってるの。これ、これかこれだと思う。あー、チェリーか、うん、ハニーフレーバー？え、蜂蜜？うん、え、いくよ。そんなに？いくよ、うん、これ残念、チェリーでした。本当に、わかんないもんなんだね。わかんないね、わかんないわ、わかんないよ、難しい、難しいね。え、実はさ、あれかもね、視覚とかの効果でさ、なんかチェリーって思い込んでる部分もあるのかもね、ね、もしかしたら、うん、じゃあ 次逆パターンね、俺目隠しするかな。はい、 OK、 ひょうにょ、いいよ、はい、目隠しします。これ一番試したかったやつがあって、うん、これがやりたいの、絶対ちょっとこれで試してみたいと思います。でもほんとなんかリップとしてはほんとにいいかも、これ。うーん、よいしょ、よいしょ、はい、というわけでできました。いい外しで、いいよ、眩しいね、うん、じゃあ行かせていただきます。あ、これ分かった気がする。本当？うん、じゃあこれは分かった気がする。今度こそピノ。本当？え、違う、本当に？いや、ピノ正解で、イエーイ。なんで分かるの？ピノっぽかった。本当に、うん、俺自分で出てさ、分かんないと思ったもん。本当？ああ、でもピノ、うん、うん、うんうんうん、ピノっぽい、うんうんうん、まあ選択肢もね、絞られてきたっていうのもあるけど、ね、うん、そうだね、うん、あとはどれとどれ、あとはね、これとこれだね、うん、じゃあそれとそれ試してみようか。そうだね、うん、でもなんかリップ塗りまくってるから、すごい唇の潤いが半端ないね。どっちかな、これでいきたいと思います。これ形も変わんね、塗りすぎかな、めっちゃ塗ってる。はい、いいよ。なんなんそのやる前に飲むっていうやつは。はい、いいよ。ゲームだからね。はい、どっちだろう、どっちだろうって、もうこれとこれしかないからね。うん、
どっちも該当するね。しかも最後残った両方ニベア。はいはい。どっちかな、わかんないよ。どっちだ。単純に、うん、蜂蜜っぽい気もするの。うん。でもなんか逆手を取ってリンゴかなとか思ったりもするんだけど、うん、リンゴで。ドゥル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 。正解。おお。俺これ塗った瞬間にあ、リンゴって思ったけどね。でもわかんないと思うよ。あ、でもあれかも。アップル&バニラフレーバーだから。わかんないよ。そのバニラの部分で。ね、こっちのハニーフレーバーと似てるっていうのは、うん、なったかな。よかった。結果は結果は俺1対1か。1対1だ。あー、引き分け。はい、というわけで、はい、今回は酔った勢いで リップスティックチャレンジをやってみました。結果は1対1、うん、ね、うん、でも面白いよね、なんか、うん、リップでさ、こういういろんなフレーバーが出てるっていうの。よかったね。うん。どこで買ったの？これ新大久保のドン・キホーテで買った、うん、あ、ドン・キホーテに売ってるんだ。そうね、こんないろんな種類あるから、うん、ぜひ興味のある方はね、試してみたらいいかもしれない。これ全部潤いは結構ね、しっかりちゃんと潤ってる気がする、うん、これ恋人とやるといいと思う。あ、楽しいよね。楽しいと思う。うん。うん。楽しい。なので、ぜひ、試してみてください。はーい。というわけで、はい、はい。今回はここまでにしたいと思います。はい。この動画が面白いと思っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。